北朝鮮のミサイル発射、はい、またやりましたね。昨日やりました。はい、はい、でも今回の場合は日本を越えていったので、はい、これ2017年から久しぶりということで、うん、朝びっくりしましたね。びっくりしましたね。どこのチャンネル見ても全部みたいなところ で、はい、結果的に見ると、はい、過ぎちゃった後の話だったようで、はい、時間で言うとどういう時系列ですか、はい、時系列で7時22分に発射、はい、発射しました、はいはい、27分にまず北海道で J アラートになったんですよ。28分ぐらいに青森も飛んでるんですよ。超えてるんです、すでに。28分から29分の間に青森の上を飛んでる、青森に出たのは29分、はい、というか終わった後ですよね。あ、もう超えた後に、超えた後ってことなんですね、になってるわけですよ、はい、で着弾したのが、要するに太平洋に落ちたのが44分なんですよ、はいはい、え、東京も一緒に出ましたよね。あれは一緒に北海道と同じタイミングじゃないですか。北海道と同じタイミング、最初に出たのが東京と北海道ですよね。それだからその時点だったらもう何秒後に来ますよとか何十秒後に来ますよ。27分に出て29分、 8分から9分の間で通過してるってことですよね。そうです。1分ですね。そうです、そうです。ただまあ、評価する人は1分でもめちゃめちゃ言ってましたよ、テレビで。地下に行ってください、ビルの中に逃げてくださいって。そうそうそう、1分の間にやれってこと、うん、青森ならなんならもうちょっと行ってからですからねみたいなことなんで、 いいと思うんですよ。こう注意喚起するのは今後のために、また何かあった時のために予行っていう意味にもなるし、そういう意味では送りようが何しようが、はいはい、全曲やったのもいいことだし、いいことも思うんですよね。ただ現実的には本当に着弾してたらどうだったんだと、違うんじゃないかと。で、まあ僕聞きましたけどね、知り合いに、そのこれ日本に落ちないちゃんと分かってたんですかと聞いたら、はい、分かってたからこそ J アラート出したんだろって言いましたね。っていう、どういうことかというと、うん、日本には落ちないって分かってから J アラート出したっていうことをしてましたよね、っていう言い方をしてました、防衛関係の人は。え、じゃあ逆だったら、だからどうなったんだろうって話じゃないですか。だから迎撃できないじゃないですか、イージス・アショはないし、でそのイージス艦だってね、足りてないわけじゃないですか。だからどうなったんだろうなと。だから全その兆候がどの段階で分かってたのかっていうのも、当然アメリカ側は兆候を築いてたでしょうから、うん、その間で準備どうしてたのかっていうのはこれから出てくるんだと思うんですけどね。じゃあ来たらどうするんですかと、本当に、うん、やっぱでも東京とか都市部は、はい、例えば地下鉄がありますよね、はい、地下に逃げますと、はい、これだけでまあ多少全然違うんですよね、うん、だから地下に逃げるっていうのは非常に重要ですけど、はい、地下鉄とかないとこどうするのって話ですよね、うん、沖縄の方とかって言ったら、ただ中国の脅威があったとかして、はい、今後ですね、はい、沖縄とかあっちの方は、はい、地下鉄ないですから、はいはいはい、じゃあどうしよう。では今ね、ちょっとその辺をなんか整備しようって話も上がってるみたいですよね、うんうんうん、シェルターをちゃんとしなきゃいけませんよと、うん、おー、シェルター、ね、シェルターです、はい、でね、実はこれね、前回2017年にやっぱり日本を越えた時に、はい、シェルターね、めちゃくちゃ注目度がドカンと上がって、はい、これ当時ね、僕ね、この会社の人に取材したことあるんですけど、はい、2017年の時ですね、はい、あれが起きたことによって、はい、シェルターの売り上げが50倍増えたんですよ。50倍で、問い合わせもすごいと、うん、で僕その会社の人と当時電話してて聞いたら、はい、もうね、電話がもう大変なことになってるんですと、注文がっておっしゃってました。僕シンガポール住んでたんですけど、あ、はい、あの僕の家ありました。どうなったんですか。でね、家入るじゃないですか、戸建て、マンション、僕マンションです。マンション、マンションね、20階に住んでたんですけど、はい、入るとこのキッチンの裏にこう物置みたいな感じで、はい、2畳もないぐらい、はい、あの本当に全部コンクリートの壁のドアもガーンってみたいな義務なんですよ、シンガポール、はい、それでもいいんですか。それでもいいんですって。20階なんかね、吹っ飛びそうな感じで、いやいやいや、でもよくあの見るじゃないですか、戦場のやつでも、はい、建物吹っ飛んでますけど、はい、コンクリートの作りだけは残ってるみたいな。だからコンクリートの中に入れる分にはもちろんそのミサイルの、ね、規模によりますけど、そうです、ね、だから大丈夫だと。シンガポールもそうです、なんでイスラエルもそうですよね。イスラエルも義務になっていて入ってると。でもイスラエルっていうのはアイアンドームっていうのがあるので、アイアンドームっていうのは目に見えない鉄のドームが、シンガポール、あの目に見えないドームがあるんです。どういうことですか。要はまあ迎撃システムなんですよ。ああ、そういうことか。そういうことです。でもね、めちゃくちゃ有名で成功率 98% とか言ってる。すげえ。なので長距離のミサイルもいいんですけど、はい、パレスチナとかレバノンとかああいうところから来るじゃないですか、ミサイル、はい、中長距離、はい、短距離の、ね、はい、ミサイルとか来るじゃないですか。そういうものに関してはほぼ全部迎撃する。でしかもすぐに察知できるので、はい、落ちる先が
例えば人が住んでないとこであれば、うん、山であるとかであれば、うん、一発弾迎撃するの 何百万でかかって無駄なんで、それはもう迎撃しない、そこまでやってるシステムで、すごいんですよ。でしかも今最近はイスラエルの場合は、はい、ミサイルじゃなくて、はい、レーダー、はいはい、ウィーンってレーダーの、はいはい、昔からある、はい、あれを今実用化もっとするんですよ。で実際の映像もあるんでちょっと見てもらったらあれですけど、ビーム砲ってことですよ。そうでもビームで一瞬でボーンってなるんじゃないんですよ。あ飛んでる例えばミサイルに照射してて、はい、あその映像はドローンですけど、はい、照射しててそしたら徐々にあの翼がポキッと折れてくる。ああ時間がちょっとかかる、ね、ちょっとかかる。でもずっと当ててるんで、うん、っていうことで落とせるとへいうのをもう実用するって言ってますよね。日本も何かちょっとちゃんと対応しないとダメじゃないですか。日本の開発は進んでないんですか。絶対進んでない絶対進んでないことないじゃないですか。いや全然進んでないと思いますよ。でもイスラエルの人はねこの間ちょっと来ててその専門の人が、はい、面白かったです話聞いてても、うん、めちゃくちゃ中国からサイバー攻撃来ると思う。へえ。技術盗むためにめちゃくちゃ来るんだと思う。彼らは盗むとかしかしないんですか。自分たちで作るっていうのは作るできないですか。ないんですか。発想として盗んだものもそのものを作れるかどうかっていうまた問題もあるんですけど、もう盗んだばっかりじゃないですか。そうとりあえず盗んどこうっていうのが、ね、とりあえず盗んだ、そういう感じですよ。そうですね。そうまあそれでもまあ新しい技術をどんどん開発してやっていくと、うん、でまあイスラエルの場合はあれなんですよ。デュアルユースってデュアルユース、そうです。もうその軍で開発したもの、はい、国からどんどんお金出てって、はいはい、でそれを民間に転用していくんですよ、はいはいはい、で民間にも使えるようにするってことをやろうってことなんで、はい、レーザーなんかもしかしたら何か民間に使っていくとかやっていくんじゃないかなって感じなんですよね。そうそうすごい国ですよ。これこんなバンバン飛んできてたらちょっとなんか本当に考えないと。本当ですよね。で飛び越えてるわけですよね。そうですね。あれ撃てない撃てないもんなんですか。撃てないっていうのはどうですか。その飛び越えてる間日本通過するんだったらちょっとそこにやろうっつって、いやできないんじゃないですかそれは。できない。ってか能力あるんですか。そんなイージス艦は何個かありますか。あります。7層があるんですね。それで撃ち落とせない。いやでもそれだと失敗したらどうするんですか。でもこっちは手の内見せるわけですから。だって最初の段階で向こうに落ちるって分かったら何出た時に大体やっぱ分かるもんなんですか。でまあその防衛省の人は言ってるそうで、陸に着弾しないの分かってるんで、そうか J アラートっていう話じゃないですか。すごい遠い距離に飛んでるんで、うんうん、多分相当上がってるはずですよ、うんうん、って考えると、まあ、すぐ分かるっていうことだと思いますけどね。でもそれでも何かしてくれよと思いますよね。ああいうニュースを見ると本当になんかもうちょっとこう舐められてるのやっとするというか舐められてる感じです。そうですね。アメリカを牽制するためにやってるわけじゃないですか、うん、中間選挙もあるしっていうことでその辺はなんかこうスパイ活動でチーム山田でなんとかできるこの力なきチーム山田であるんですよ。力は力あんまないんですよ。こそこそ情報収集してるんで